本日は名鉄竹花線の廃線跡ですね、矢上駅と大須駅を見ていきたいと思いますね。これが矢上駅そのものですね。駅がですね、これカーブした状態になっているんですね。かつての踏切跡ですが、レールなどはない状態で、この駅に入ってくる電車はですね、ここでこうやって大きくカーブしておったわけですね。右手の方にですね、堤防がありまして、木曽川が流れておりますね。そして、この通りはね、このまま、まっすぐ行きますと大須駅になるわけですけども、この地元のメインストリート、郵便局があったりね、消防団の事務所があったりしまして、駅にこの日の宮蔵があるっていうのもね、またこの駅の一つの目印でしたね。こうしてですね、鉄道柵がしっかり残っているというのはなんとなくね、見に来ても嬉しいなという感じがしますが、そこから先はね、ソーラーパネルがずっとできておるわけですね。駅の形はまだね、しっかりと残ってますね。石垣が組んであるということなんですね。駅のね、反対側の橋になりまして、かつてはここに踏切があり、向こうにね、ソーラーパネルありますが、これが線路跡となりますね。そして、まあ、木がぼうぼうですけどね、そこが駅の入り口ですね。こんな風に坂になっていて、駅の中に入ってきます。そしてホームですね。このホームがカーブしてるんですね。これがまあこの駅の一つのね、名物といいますか、見どころだったわけですね。まあしかしね、ホームにこうやってして白線も残ってますし、こうしてね、駅に登ってくるスロープですね、こういったものもあるということで、私もね、ここは廃線になってから一回来てね、前来た時もこんなんだったかなという感じでしたけど、割となんかね、そのままの状態で、残っておるというのが、まあ、なんて言いますかね、ちょっと嬉しい感じがしますね。こちら側が、まあ、先ほどの、ね、駅の反対側とカーブしてますね。線路がカーブしておって、その周りの景色もね、こうした広々としたね、農村風景が広がっておりますね。この辺りはね、市街化調整区域、ね、昔の農新地区ですから、農業のね、土地がやはりね、確保されておりますのでね、住宅は増えなかったんですね。まあ、そういう意味でね、最終的に人口が増えませんもんですから、まあ、やむを得ず廃線というね、そういう方向に進んでいってしまいました。ここからね、大須へ向かう直線なんですけどね、ずっとソーラーパネルがありまして、ね、こういった線路の土地の場所にはね、枕木などがあっておるわけですね。そして、ここが踏切跡で、そちらですね、駅の跡ですね。まあ、この辺りが駅前のね、まあ、ある意味メインストリートというんですかね、だったわけでしょうけど、まあ、ちょっとね、お店などはもう閉店しておられましてですね、これがホームと、ね、この
でしまったんでしょうね。大須駅跡地にやってきましたですね。もう何もなくなっているわけですが、トイレはね残っているんですね。一応ベンチもあると。それから、この駅前ロータリーというんですかね、こういった道が入ってきてまして、タクシーバスですね、バス乗り場ということになってますね。かつてホームはこちらの方にあったと思います。あそこに今橋があってね、その向こうにおちょぼ稲荷というのがありまして、長良川を渡るんですね。もともとはですから、そっちを渡るという計画で作られた線路だったんですが、とうとう渡ることが ない状態でね、終わってしまったわけですね。ホームをどのように削ったのかが分かりませんが、全くその跡がないですね。手前にあります自転車置き場のようなものは、かつてもあったと思いますし、ちょっと廃墟になっておられるね、お家は駅舎の裏にあったお家だと思いますね。こんな感じで先ほどのトイレ、そして裏がこうなってまして、この直線ですね、最終的に列車を先ほどのね矢上駅から渡ってきたわけですね。私も大須駅にはね、電車が走ってくる頃は2度ほど来ましたね。竹穴線に乗っていてね、そのまま居眠りしてしまい、終点まで来てしまってね、送り返されたということが、1回廃線になってからも1回来たと思いますね。その時は駅舎まだあったと記憶してますが、先ほどのね自転車置き場があった場所ですね。この辺りに駅舎があったと思います。こちらのお家はね、商店かなんかだと思いますが、もう今誰も住んでおられないですね。そして私が一番気になっていたのは、実はね、こっから先にその線路を延長する計画がありましてね、線路がまだあったというんですよ。その先ですね、この橋の下あたりまでちょっと見たいと思います。もしかしたら駅のホームがこの辺まであったかもしれません。そしてこの辺りですね、皆さんも空き家になっていまして、そしてこれがおちょぼ稲荷へ行くこの橋ですね、長良川を渡りますね。あそこに何かフォークリフトが1台ねあるのが、何かこう不思議な感じですね。先ほどの橋の下になってますね。実は竹穴線がね、貨物扱いをしておった昭和40年代ぐらいまでですね、実はこの辺に貨物駅があったというんですね。小型の電気機関車がねこちらへ来ていたというんですが、全くそのレールとかね、鉄道の形跡っていうのはちょっとこう見当たらないなという感じですね。こちらがね、堤防となってまして、残念ながらね、昔の大須駅の貨物線跡ですね、そういうものはどこにも見当たりませんでしたね。レールが少し残っていた時期もあったと聞いたんですけど、残念ながら見当たりません。で、先ほどの堤防から少しね来たところ、この脇あたりにですね、枕木のようなものが複数本あると。ですからもしかしたらこの辺りにね、貨物船が来ておって枕木をね片付けた跡かもしれないですね。そこにね少し鉄道柵の青いのが見えるんですよね。ですからここら辺に駅の何かね工作物の一部があったはずで、
なんかこの辺にね、車止めがあってね、まだそのレールが貨物船の方へね続くものが残っていたという記憶なんですが、とにかくないですね。そしてこの駅前商店ですが、残念ながらもはややっておられないですね。まあ誰も住んでいらっしゃらないということで、まあ、なんて言いますかね、こう旧駅前商店なんですが、ちょっとですね、やはりこの、まあ、廃墟っぽくなってしまったということで、これは折れていますね。ちょっとこれは傷んでいるなという感じがしますね。ですからこの店と駅舎がこんな感じで並んでいたという記憶ですが、ちょっと思い出せないですね、正確にはね。まあ、どうですかね、なかなかこう昔ながらの面影というか、そういうものは ある、別の意味でね、あるなという気はします。まあね、このベンチは結構年代物かなと思いますですが、まあ、結局ね、竹名線大須駅のまあこの残っていたようなものですね、鉄道遺物といいますか、そういうものはまあほぼなかったということでした。